キャンプハックチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回ご紹介するテントはスノーピークのアメニティドーム M です。ファミリーテントとしてロングセラーを誇る定番テントで、お値段は 46,200 円です。今回テントを試し張りしたのは元ショップ店員キャンパーのジュンジュン。まずは基本スペックからご紹介します。重量と収納サイズ。収納サイズは長さ74センチ、縦25センチ、奥行きが22センチです。重量は付属品含めて約8キロ。重量感のあるテントですが、一人で持ち運ぶのにそこまで苦労はしません。オートキャンプがメインの方におすすめのテントです。内容物。内容物はご覧の通りです。張り綱は丈夫なものが付属しており、買い替える必要はなさそうです。純正ペグはジュラルミンの曲がりやすいようなものなので、最低4本程度は丈夫なペグに変えた方が良さそうです。この筒のようなものはポールが折れた時に使うリペアパイプです。万が一設営や強風でポールが折れても安心ですね。グランドシートとフロアマットは付属品ではなくオプション品です。純正は 255cm×255cm ですが、近い大きさなら純正でなくても大丈夫です。それでは設営していきましょう。向きに気をつけてインナーテントを広げていきます。黒いテープがある方が前です。フレームを組み立てていきます。先端が黄色のフレームを黄色いスリーブに差し込みます。これを2箇所行います。フレームの先端を計4箇所ピンに差し込んでいきます。縫い目が黄色になっているので分かりやすいですね。入り口左側の手前のみピンが2個あります。向かって左側のピンに差すのが正解です。これでテントが立ち上がりました。次に先端が緑のフレームを緑のスリーブに差し込めます。この時先ほどの黄色フレームの上を通過するようにしてください。今度は緑の縫い目のピンに差し込んでいきます。プラスチックフックをフレームに取り付けていきます。フックが2個ある箇所は下のフレームを挟み込むように取り付けていきます。インナーテントが完成したので、前後に気をつけてフライシートをかぶせていきます。裾にあるバックル部分の色がインナーテントと同じ色のところに来るようにします。内側にあるベルクロテープを取り付けます。色がついていないフレームを入り口側にあるスリーブに通します。ピンの位置は入り口左、黄色の縫い目があるところと入り口右、黒いテープの角の部分にあるので、フレームを差し込んでいきます。黒いテープの角にはこちらのプラスチックフックもかけましょう。裾にあるバックルをインナーテントと固定します。こちらも色分けされているので間違わずに済みそうです。ベルトを調整し、フライシートに針をつけていきます。ファスナーがすべて閉まっているのを確認し、テントを動かしたい場合はこの時点で場所を確定させましょう。コーナーループにペグダウンします。斜めに引っ張ると綺麗に貼ることができます。針綱を取り付けていきます。針綱のペグダウンが終われば完成です。入り口のキャノピーを立ち上げて使う場合は、追加でペグ、ポール、針綱がそれぞれ2本ずつ必要です。オプションのアップライトポールセットなら、ポール、針綱、ペグのセットで販売されていますが、この日はアマゾンブランドのポールを使って代用しました。設営方法はまずキャノピーを開けておき、まとめにポールを差し込んでペグの位置の目星をつけます。ペグの位置はポールから約2メートルほど離れていれば大丈夫です。ペグダウンした後、ポールと針綱をくくりつけていきます。両端の針綱のテンションを張って完成です。設営時間は20分程度で終わりました。サイズ感と使用感。幅 280cm、 高さ 150cm、 奥行きは 505cm です。頭を当たってしまいますが、着替えは難なくすることができます。天井が低くなってしまうテントの端も座って過ごす分には問題ない高さです。インナーテントの底面積は 265cm の正方形です。マットを引くとこんな感じ。グループなら大人3人、ファミリーなら大人2人、子供2人までなら快適に過ごすことができそうです。前後に出入り口があるので荷物の持ち運びなどが楽々です。全室の広さは横約 246cm、 奥行きは約 185cm です。リビングとしては広くないので、複数人で全室で過ごすのは窮屈になってしまいそうです。高さはインナーより10センチ低い 140cm です。このように前向きでギアを配置した方が広々使えそうです。サイドドアを巻き上げておくと出入りが楽になり、開放感も上がります。インナーテント内には小物や LED ランタンがかけれるループがあります。メッシュポケットもついているので、時計やスマートフォンを入れておくこともできます。
耐水圧は1800ミリなので雨天時でも安心して過ごせます。スカートがついていないので冬は下からの冷気が気になりますが、その分通気性が良く結露が少ないというメリットもあるので冬キャンプで使えないというわけではありません。使用イメージ、サイズが大きめのテントなのでオートキャンプがおすすめです。使用人数は2人から3人がベストで、ファミリーやグループに最適なテントだと思いました。中にマットを敷いて中心にテーブルを置けばゴロゴロとキャンプを楽しむことができます。中でお座敷スタイルであればタープが必要なくなるので設営撤収が楽になりますね。メッシュで入り口を閉じれば虫の侵入を防ぐこともできます。ロースタイル限定ですが全室で過ごすことも可能です。チェアを三脚置くと少し窮屈なので1人から2人までのスタイルとなりそうです。外にはみ出るので雨の日はおすすめできません。しかし荷物置き場としては雨の日の強い味方です。急な雨の際の避難場所としてはギアをたくさん置けるスペースになります。椅子を寝床としてだけ使い、外で開放的に過ごすのもおすすめです。日差しや雨が気になる場合は別途タープが必要ですが、春や秋は大自然を感じて開放的に過ごすことができます。以上、アメニティドーム M のご紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。また次のテントでお会いしましょう。